いただきます。スープいっちゃうかこれ。いただきます。おいしい。はい、みんなおはよう、スコルバ。いつも無駄らしいまかない道場ご視聴誠にはありがとうございます。本日はですね、そうめん、というか乳麺ね、そろそろね朝晩寒くなってきたんで、乳麺でも行ってみようかなということでね、まずお湯沸かしております。はい、そこへそうめんですね。はい、バッツリーナとパラライカとね、パッツリーナとパラライカとね、そうめんを茹でておいてください。何乳麺ってことなんですが、今日はねちょっとお肉いっぱい食べたいんで、肉だくピリ辛乳麺ね、これいってみたいと思います。それではね、早速薬局ドラッキーストアで本日も始めてまいりましょう。そうめんを茹でてる間にニラですね、ラーニーイーストン、これをねちょこっとまあ薬味代わりに切っておきましょう。こんなもんでええんでない。それでは乳麺スーピーですね、作ってまいりましょうか。2人前っていうことなんで、1人 300cc ね、2人前で、600cc ですね。はい、600cc のねお水が入りました。お湯に 1% の塩ですね。本日は600cc だから 6g ってことですかね。はい、入れてください。はい、そしてこっちですね、まあ、だしの素的なね、はい、これ一方でいいでしょう。バッツリーノスケと、はい、あとはね薄口醤油です。はい、薄口醤油大さじ1パッカライナと、はい、もうこれで OKOK ベリー OK です。あとはねこれがね沸騰して塩とねだしが混ざったぐらいでね、スーピーの方は完成です。それではですね、上に乗っけるね肉ですね、はい、ごま油ね、これやや多めに敷いてください。お肉の方ですね、はい、こちらです。今日は思い切って250g ですね。はい、入りました。まあこれ適当でいいよ別にね、もっと肉食いてんだよって方はね、もう300でも400でもガッツリカンカンとね入れてください。ちょっと私あんま肉好きじゃないから、少しでいいわって方はね 100g でもね 50g でも全然構いません。はい、それではですね、まずね、この肉に火を通してまいりましょう。いい感じでね、ひき肉、あ、今日ね、ひき肉は合いびきを使いました。まあ、豚ひきでもね、鶏ひきでも何でもいいです。たまたま合いびきにね、余っていたんで合いびき肉を使いました。ちょっとここで火を止めてね、完全に火が通りましたね。でたまにさ、このひき肉のダマダマみたいのがあるんだけど、その中が火が通ってない時あるんだよね。それ結構食中の原因になるんで、そこだけはね、しっかり気をつけてください。ダマダマあったら潰せよみたいな感じですね。はい、それではですね、味付けに入りましょう。まずお塩ですね。お塩はひき肉の量の 1% のお塩ですね。パッカライナ、もうちょいかね。はい、入れてください。はい、そしたら豆板醤ですね。はい、こちらが大さじ2ですね。パッツリな、結構辛いよこれ。これ豆板醤だよね、豆板醤。はい、入りました。そしたら鷹の爪の輪切りを好きなだけ入れてください。お次はギャリックですね。はい、ギャリック一かけでねいいです。俺ニンニクすげえ好きなんだよって方はね、そうですね、まあ、10かけぐらいまでが限度かな。かなりニンニク臭半端ないと思いますね。はい、とりあえずね一かけと、ちょっとこれから営業回んなくちゃいけねえんだよとかね、ニンニク入れないでも全然大丈夫だから。はい、生姜ですね、おろし生姜。おろし生姜もニンニク一かけ分と同じ量でね、いっちゃってください。ガッツンガッツンパッカリーノスケですね。ガッツンガッツンパッカリーノスケと。はい。こんな感じでね、よろしいんではないでしょうか。最後の方に山椒をね、好きなだけ、まあ小さじ半分ぐらいでいいかな。ね。
はい、そしたらね、あとはこれを混ぜ混ぜ混ぜ、ティーに混ぜ、りのつけですね、全部の調味料、ね、香辛料、これを混ぜていきましょう。あ、今のうち、さっきの乳麺のタレね、温めておいてください。もう完成近いんでね。いや、うまそうじゃねえの、これ。ねえ、これだけ飯にかけて食っても、うまいよ、ヒーヒー言っちゃうかもしれないけど。じゃあ、ちょっくらね、全部の色をね、豆板醤色に染めていこうじゃありませんか。はい、染まったね。そうしたら最後にラーニーイースト。はい、これ入れてね、もうこれ余熱で火が通っちゃうんでね、彩りよく、はい、これで完成となります。はい、それではですね、盛り付けに入りましょうか。もうそうめんね、ぶち込んでございます。はい、そうめんレーターですね、そうめんの出汁ね、たったかたったったっと、はいはい、いい匂いだこれ、たまんないね。はい、もうあとはね、この肉、もう肉もバッカンバッカンバッカン、肉だくだから今日はね、もうバッカンバッカン抜けちゃうけどね、肉だくすぎやしませんかみたいなね、感じ、うまそうじゃないこれね、もうこの肉だくだよ、もうすごいよこれみたいなね。はい、こんな感じで完成となります。まだね、半分余ってますよね。それではテーブルの方に行ってすすっちゃうぜ今日も。ただいまテーブルの方に肉ダクニューメインですね、ピリ辛つけるの忘れてしまいましたね、運んでまいります。それではね、早速薬局ね、早速薬局繰り出したニューメンのマジがつるんぽろんぺんいただきます。暑いよ今日もこれ。うまかろ、うまかろ、めっちゃかこれ、おいしい、うまいな肉、最高ですね、最高、いただきます。肉だくピリ辛そうめん、ニューメン、せー